山がバスの駅山がバスの駅の位置山がバスの駅は、熊本県山賀市中央通り510の2の国道3号沿いに、ある、バスターミナルである。別名山がバスセンター、山がバスターミナル。山賀市のバスの乗り換え利便性の改善を目的として2006年5月1日に、オープン。 これにより乗り換え全利用者の移動時間損失を年間1万8000時間軽減することを目標とする。なお、施設には九州三考バス山賀営業所の事務所も併設している。なお、オープン当初は山賀市内には九州三考バス、三考バスの路線以外にも熊本電鉄バスの路線も多く存在したり、西鉄バスの屋根方面からの路線も乗り入れていたが、 西鉄バスの路線は早くに廃止となり、熊本電鉄バスも2018年3月31日限りで、甲子市とを結ぶ路線が廃止されたのを最後に、山賀市内からの運行から撤退したため、現在当たりバスの駅から発着する路線はすべて、九州三考バス、三考バスのみの路線である。過去には、熊本市内方面行きに関しては、便数も多く、途中に、 植木温泉を経由する便や、大民中町経由並びに、新道、山川橋を経由する便なども合わせると1時間あたり5内市8便とかなり豊富であったが、2019年10月のダイヤ改正において便数大幅見直しによりこれらの系統はすべて廃止され、現在は1時間あたり1内市2便にまで抑えられている。べて九州三考バス。 参考バス運行員は深夜バス運行路線。運賃は通常、片道運賃の2倍。桜カードは利用不可。金曜、土曜と祝前日が平日の場合のみ運行。金曜、土曜、祝前日が日曜、祝日ダイヤの場合は運行されない。ここから発着する便はすべて、九州参考バス、参考バスともに、山賀営業所が担当するが、玉名。 南関線においては、参考バス多摩な営業所との共感、または多摩な営業所独自の管轄である。なお、反対方向の参考バスは、行き先表示を山が温泉としている。ありがとうございます。